皆さん、開いてはいけないと言ったでしょう。おはようございます。ティラと申します。今回やっていくゲームはこちら。このゲームは開いてはいけませんというゲームです。こちらのゲームはですね、今まで実況した中で初見殺しの、すぐ死ぬやつ、綺麗好きのやつとか、即死多めのなぞなぞとか、そういうゲームを作ったルーさんという方がね、作ってらっしゃるゲームです。こちら今まで一人ぼっちを代表している方なんですけど、僕一人ぼっちシリーズやっておりません。他の方に任せてます。というわけで、今回この一人ぼっち特別編、このゲームを開いてはいけませんということでね、ジャンルはホラー、夏なんでね、やっていきたいと思います。ゲームを始める。続きコールね。あれ、あ、これか、四角か。はい、説明書読みました。はい、フィクションです。実際に一切関係ありません。まあ、ルーザーね、この方はね、実況生放送、大好きな方なんでね。はい。常識のマナー守って、大鳥になるように脅かし、恐怖を与える風景を踏みます。ホラー要素あるんでね。皆さん気をつけてくださいね。苦手な方、心臓の弱い方、まあ僕ね、ホラーはね、ほんともう最近やってないんですけどもね。まあ、だいぶまあ、ホラー体制ついたと言っても過言ではないでしょう。おー、これこれこれ。そうそう、これこれ、これフリー素材にあんのよ。なんで言っていくスタイル。言っていくぞ。あ、で、だ、これも見たことある。ルーさんのね、この、手作り感が出てくる。お、前置き。前置きもあんのか。お、来た来た。昔々あるところに、一つのゲームが投稿された。今から20年前に、ゲームを共有する掲示板サイト。今から20年前って結構やで。もうゲーム共有する掲示板だってなかなかないで、20年前って。20年前のまだフリーゲームそんな流行ってない頃やっちゃうのかな。そのゲームの名前は空間。ほう、空間。なんか引き込まれるタイトルですね。それはそれで。このゲームは絶対に開いてはいけないらしい。謎の空間に放り込まれるとか。そんなつまらない展開やめてよ。いやいや、20年前のゲーム話題に していくスタイル、実況者の間に。あれ、一人女性が、そのゲーム、女性、今までサトシみたいな顔色悪い人だったけど、さあどうだ。おー、すごい、何これ、女子高生。今、このゲームが話題なんだって。20年前のゲームで、ね、空間って言うらしいよ。何それ、空間。うん、なんかね、開くと真っ暗な画面が出てくるんだって。それでね、しばらくするとゲーム画面から顔が映ってきて、よくあるやつだな。島には顔がバンって目の前に現れて、ゲームの画面に連れ去られるんだって。あー、よくあるやつや。画面から手出てくるやつな。え、レイコ顔色良いね、君。すいません、コーヒーおかわり。空間気になるわ。おい、盗み聞きやないか。おー、なになになに、これは私は北西レイコ、三谷と今は亡き高志の兄よ。はあ、そうっすか。これ一人ぼっちのシリーズ知らねえからこうなっちゃうんだよな。ゲームが好きでフリーゲームよくしてるのよ。そんなの嘘に決まってる。科学的にありえない。誰かがゲームつけて勝手に電話に決まってるわ。はあ、そうっすか。やるんかい結局。そういうのってさ、別にもう他のやつやってんでしょ。ライブとかでもやってそうだもん。空間空間あった、あるんかい。絶対に開けたけど、そんなもんさ、もうあったら大問題やで。今時になって話題になるか。うん、うん、そんなにビットどうするの。お、すげえ、ノックオンだ。今ノックオン聞こえましたね、右のイヤホンから。おい姉ちゃん、お菓子の袋落ちてたよ。ごめんって捨てといて。もう見てたんだけど、驚かさないでよ。タイミング的にはバッチリだね。おー、すごいすごいすごい、ガラス割れていくスタイル。ガラスカッチャーいましたね。結構大きめね、結構下げといたんですけどね。間違えて音声ファイル開いちゃった。音声ファイル暗号化してないのね。今時のゲームってなんか基本的に作る前にさ、そういうの暗号化したらさ、読み取りやんくなんねんな。おう、本当に真っ暗ね。おう、ほう。でも今のところ何も起きないわね。今だな、何も起こらないから。おう、ないない。なんか固まったぞ、おい。おう、すげえ、ドットで作ったみたいなやつが出てきた。なんか来たよ。今顔が映ったわよね。そうっすね。音楽が鳴ってる。本当は小さいけどなんか鳴ってるわ。ちょっと自分ベラベラ喋ってるからわかんねえな。黙ろっか。お、私の近くで。来るぞみんな。ガーって来るから見とって。ほら、なんか出たで。
まあ優しいホラーだよね。おおすごい、今の何下から追ってくるやん。うまいこと作ったな、ウルフで。ウルフのビジネタピクチャーをそうやってね、下ろすのとかさ、結構難しいんですよね。実際問題みんなやってるけど、これ意外と難しくて、僕の RPG2 でもなかなかそういうのできないんですよね。だから安倍さんを上から下にやってみたいですね。もう いや、パソコン閉じる。おお、あ、よくある。よく聞く BGM だ、これ。携帯のアプリよく聞くやつ。パソコンの画面が赤くなってる。何、私も変わらない。どういうことなの？こんなゲームやるんじゃなかった。今更言うなや。引きずり込まれそう。もう嫌だ、逃げる。この部屋から出る。もう冷静さゼロ。はじめの面影は一体何？おぴー、なんか飛んじゃう。おお、すごいすごいすごい。手出てきた。手、これなんか今ジャガイモみたいな感じやったけど。なんかジャガイモ出てきたな。あの後レイコは家から飛び自殺したように見つかったそうだ。いやいやいや、この部屋から出るってそういう意味なの？窓辺から歪んで飛び立つの、お前。開いてはいけないゲームは呪いのゲーム。呪いの箱を開けてはザワイが引っかかったのでしたと。はーい、というわけで今回これぐらい、これになりましたが、終わろうと思います。皆さんお疲れ様でした。バイバーイ。